家系は斜めに伸びることが多い身のぼロスゲカレックス、ヌビゲナサブスプ、アルバトは、かやつり草かすげ属の一種。がっしりとした株を作り、家系の先端に丸っこいコボが密集した方をつける。湿地に生えるが格乱を受けた地にもよく出現し、牧草地に生えて、問題となる場合がある。多年生の総本。根茎は短くて早家系は束になって生じる。補福枝は出さず、大株になる。 根は、肺褐色でしっかりしている。葉は、線形で家形より短く、幅2から3ミリメートル、滑らかでザラつかない。若い葉はその表面に白い甲を吹いたように見える。木部の鞘は暗栗色から赤褐色に色づく。花期は6から7月。茎は高さ30センチメートル程度、細くて断面は3両型をしており、両の円は、多少ともザラつきがある。 その先端にある下水は、長さ2.5から4センチメートルで、外径は円柱状。基部からは、トが突き出るが、その長さは、下水より短い。なお、下径は立ち上がるが斜めに伸びることが多く、しばしば全体に地に伏すような姿を取るのが、特徴的で、その点で見分けられることも多い。下水は初めは緑色だが次第に、茶褐色を帯びるようになる。 火水はほぼ同型の多数のコボが集まったもので、個々のコボは長さ5ト、mm、ル程度で卵休憩をしており、柄はない。火水の先端ではコボは密生するが、下の方ではややまばらになっており、また大きさもより大きめである。お花輪ペンは緑白色で、先端は鈍く尖る。雌花輪ペンは広大円上乱形で茶褐色に色づき、中脈は緑色で、 円は白い膜質となっている。また先端は鋭く尖る。下方は長さ4から5ミリメートルで輪ペンより長く、卵状皮脂型で、断面はレンズ状をしている。先端部は長いくちばし状に突き出し、その両円には狭い翼があり、その円には鋭い巨子がある。痩せカは卵形で、長さ1.3から1.5ミリメートル、下方に緩やかに包まれる。 和名は、稲カの実のぼろコラリア・マクランサに似た菅のイである。日本では、北海道と本州の中部以北に分布する。細部では情報にやや出入りがあり、星のほかでは、本州の分布を岡山県伊東とするが、勝山では、本州を中部、関東以北とし、他に四国にも、帰算するとある。さらに菅の会の標本に基づく分布調査では、本州で、 広島県まで四国とさらに九州でも記録されている。ちなみに京都府レッドデータブック2015によると調査が進んでいないことが記され、さらにこの種が増生などでの土砂の移動に伴って出現する可能性があることが述べられている。もともとが目立たず注目されにくい植物で禁煙種との区別も難しい上に隠乱地に 出没するものであることから分布の把握も難しいのかもしれない。国外では中国から報告がある。産地や寒冷地において湿地から露房まで出現する。人の踏み歩いた後に出現することがよくあり、同様な形で見られるものには他に、大箱や瓦原げがある。ただし、ブナ隊以下の森林帯ではこの中で大箱や瓦原げの方が勢力が強く、それに対して、 河口山帯の湿地では本種の勢力が圧倒的に強い。その意味で湿地の踏みつけによる破壊の指標と見ることができる。例えば尾瀬においても踏みつけが継続されると湿原が荒廃し、本州が優先する群落になる例が多々ある。この地の湿原では高層湿原、中層湿原、低層湿原の3つの型があり、それぞれに成立する群落が異なるが、 このうちの全2社、高層湿原の水苔類と三日月草を特徴とする、群落、中層湿原の沼がや、ホムロイスゲの群落では踏みつけによって荒廃すると、八川ズスゲの群落に変化しやすく、それがさらに踏みつけを受けると、本種の群落になりがちである。低層湿原の良し群落の場合には、溝そばの群落に変化する。また、牧草地に侵入し、広く繁茂する場合がある。 元来本種は国内の広範囲の牧草地において、芝型草地に随伴種として普通に出現し、ただしその優先度は低いのが普通である。人工放牧草地が経年化した時には、王王に雑草種が侵入して荒廃するのだが、そのような例として、場合に本種が侵入して、優先群落を形成することがしばしば見られる。勝山は本種を大川津スケブシセクト、バルパイニーに含め、 それに対して、星の他ではこの節から、大川図杉を外し、本種を含むものを身のぼろ杉部セクと、ピジロイリとしている。共通する特徴は、殻のない同形のコボを水上につけること、コボが有志性であること、下方が平らで、円に翼や量が強く出ること、フ腹系が伸びずに株を作ることなどである。イリストでは、カシラキの学名をとっており、星の他もこれに習っている。 この基本亜種はヒマラヤに分布する。近縁のツクシミのボロスゲも同じくこの種の変種バリエーション、フランチャディアナとされている。それに対して勝山は本種を独立種とし、C アルバト T 小山の学名を採用しており、ツクシミのボロスゲは本種の変種、つまり C アルバトバリエーション、フランチャディアナと位置づける。彼によると C ヌビゲナは下水の最下から出るツとが、 よく発達し、ほより長くなるのでこれら二種とは異なり、本種は独立種で、つくしみのボロスゲは、むしろ本種に近い、との判断である。上記のように学名の扱いには、議論があるが、日本では、星の他で同じ節に含められた種は五種ある。このうちで、みこしがやしいニューロカルパはほから出るつによく発達したものが多数出るのに対し、本種では、 サイカの都トが少し伸びるだけで他の都とは目立たない。またこの種は低地の河川湿気や湿地に生えるもので本種と同地域で見ることはほとんどない。それ以外のものはサイカのそれ以外は目立たない。ツクシミのボロスゲとキビのミノボロスゲシーパクシとは本種の家系が上の型でザラつくのに対しこの2種では滑らかであることで区別される。また分布域でもツクシミのボロスゲは 本州の中国地方から西と九州に分布し、本州とはほぼ重複しない。またキビの実のボロスゲは岡山県の一箇所からしか知られておらず、国外では朝鮮から中国まで分布があり、人為的に持ち込まれたものと考えられている。姫御子こがやしいリビッシマとは、この種の要衝の覆面に横じわが多数ある点で区別できるほか、この種は、 兵庫と岡山で記録がある程度である。大川津菅はこの扱いでは別の節となるが、違いとしては、本種の葉が角質で、全体に硬い植物であるのに対して、この種が全体に草質の柔らかいものである点を挙げられている。実用的な意味での利点はない。上記のように、阿黄山帯以上の湿地において、本種は踏みつけで出現し、 湿地の環境荒廃の指標のように見ることができるが、他方で泥沼になった場所にも生育が可能なので、湿地の回復を図る際の第一歩として本種の種子をまく例がある。例えば、北アルプス立産の室堂平において、室堂ターミナルや自然保護センターの建築資材を置き場に使われた区画は、そのために荒廃し、緑化工事が行われたもののうまく回復せず、 一時は、広葉のギシギシとスズメの片平の茂る雑草地となった。1986年に広葉のギシギシの除去等を行うなど対策を行い、1996年の調査では、身のボロスゲが優先する群落が形成されていた。これは本来はこの地にあったものではなく、三田ヶ原から工事の際に移植されたものである。小瀬出現の場合、 出現回復には用いられていないが、その一方で、木道沿いや山小屋周辺などに、大箱や溝そばなどの平地性の植物が侵入して、繁茂する傾向があり、当初はこれを除去する方法が取られたが、後に本種を帯状に繁殖させる方法が用いられたことがある。より実用的な面での利害として、本種が牧草地に繁茂する事例がある。上日のように、 人工的な牧草地において、経年変化から雑種が繁茂する例として、本種が優先する群落ができる場合がある。本種は普通に用いられる牧草に比べて、栄養価がかなり低く、その反茂はその牧草を食べた家畜の生産を、著しく低下させることになりかねない。そのために、本種の繁殖生態などについての研究もなされている。本種は、捕食絵画を出さないため、 その反応は種として種子散布によると考えられるが、本種の種子は牛などの家畜が食べ、糞として排出されることで行われていること、種子は休眠性を持ち、それは6ヶ月の冷出処理が有効であること、つまり陶器を経過しなければ発芽が始まらないことなどが知られている。渡辺田は休眠に関連して本種が休眠解除に越冬を要し、さらに光や 温度変化などの刺激に対する発芽率を見た結果に基づき、本種が様々な雑誌の中でも取り分け、その発芽条件が厳しいことを指摘し、この種が毎度種子として後期を待つ戦略を持ち、永年人口放牧草地で本種が土中の土壌シードバンクとして保存され、突発的にできた拉致において発芽する能力を有することなどを推定している。 本州中部以北ではむしろ普通の植物であり、環境省のレッドデータブックにも取り上げられていない。しかしそれ以西、以難ではかなり生息が限定されている。例えば、京都レッドデータブック2015年版では、絶滅危惧に取り上げられている。情報がはっきりしないようであるが、近畿ゼニ域において、産地の数がごく少ない旨が記されている。 また造成などによる土砂の移動で急に出現する可能性にも言及しており、このことが分布を明らかにするのを困難にしている面もあるようだ。以下、牧野原著 P331 星のほか、P96 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 国上、P43 勝山では、凹突型としている。勝山、P56 菅の海。 P66 から71、ノボろスげ2018年12月19日閲覧、勝山、P56 星のほか、P96 この段は、高橋監修、P616 以下、聖、P277 から278、渡辺ほか勝山、P54 巻の原町、P331 勝山、P57 星のほか、P94 国上、 P43 星のほか、P96 星のほか、P98 星のほか、P100 星のほか、P98 星のほか、P25 高橋監修、P616 以上、横山、P199 星、P279、渡辺徹、る、P142 渡辺、渡辺ほかみのぼろすげ2018年12月19日、閲覧。ありがとうございます。